Ay, lo siento. あれから電話がなかったけど、探してた男は見つかった？なあ、因縁のあるやつだった。他に探してほしいやつがいる。名前は分かってる。ヘレナ・トゥッチ。今追ってる男の親戚だ。シカゴに住んでるの？そうだ。今すぐ居所を知りたい。いたわ。へえ、すごい量の痕跡ね。彼女は今朝、ウィリスタワーの前で今日の会議について投稿してる。分かった。着いたら連絡する。手を借りるかもしれない。ウィリスタワーに着いた。ヘレナの情報は？彼女の近況を調べてる。自画撮りが好きみたい。アヒル口をしたり、こっちは変顔かな。それに猫好きらしいわ。こんな子狙ってどうする気？違う。彼女の叔父を急いで見つけたい。その手がかりだ。ソーシャルメディアに感謝だ。取っかかりになる。もっと調べてみる。あら、かわいそうに。なんだ？彼女の医療記録があった。去年子供を下ろしてる。それでセラピーを受けてるかも。そこまで必要か？生い立ちはいい。場所を教えてくれ。ちょっと、調べたら勝手に出てきたのよ。私のせいじゃないわ。待って、これちょうど更新があった。コネリースクエアの中にいる。ガラスの建物よ。すぐ近くのはず。分かった。助かったよ。ファイルは消しておけ。私はデッドセックよ。情報は自由に使うわ。クララ、よし、ヘレナ、出番だ。はい。トゥッチさん、シカゴ総合病院のハイアットです。叔父のアンジェロさんの検査をしたのですが、連絡先をご存じないですか？緊急です。いいえ、叔父とは全然会ってなくて。そうですか、失礼しました。見てろよ。もしもし、アンジェロおじさん？ヘレナか。またコンサートのチケットか？違うの、変な電話があったの。警察が探してるみたい。なんだって？クソ、この電話で追跡される。今すぐ切るんだ。よし、
どこだ、アンジェロ・トゥッチ。見つけたぞ。アンジェロ・トゥッチ、奴が目撃者の移送を指揮している。誰かがビジランテの正体を探ってる。目的は俺の名前だ。せいぜい頑張るがいい。緊張してきたぞ、ピアース。いたか？ GPS で追ってる。刑務所へ着く前に阻止する。アンジェロ・トゥッチ、奴が目撃者の移送を指揮している。誰かがビジランテの正体を探ってる。目的は俺の名前だ。せいぜい頑張るがいい。緊張してきたぞ、ピアース。いたか？ GPS で追ってる。刑務所へ着く前に阻止する。
アンジェロ・トゥッチ、ヤツが目撃者の移送を指揮している。誰かがビジランテの正体を探ってる。目的は俺の名前だ。せいぜい頑張るがいい。緊張してきたぞ、ピアース。いたか？ GPS で追ってる。刑務所へ着く前に阻止する。よし。よし、移送は阻止できた。次は刑務所への侵入か。目撃者とご対面だ。刑務所の知り合いはまだいるか？シャワー室で奴を転ばせられるか聞いておいた。そこまで汚くはないらしい。俺が捕まる。そう来ると思った。どうしてそこまで？この目撃者は無関係だ。たまたま居合わせただけで俺を探してたわけじゃない。だから殺
したくない。俺からは逃げられないと分からせたいだけだ。ひどい計画だな。気に入った。刑務所の地図は探しておく。中に入ったら使え。他に必要なものは？携帯だ。おい、それは問題がある。機械は使えない。ジョルディ、携帯がいるんだ。中に入った途端に没収される。ああ、分かってるさ、冗談だ。俺に借りがあるやつが中にいるんだ。携帯は手配する。強制施設。施設はブルームの最新セキュリティで警備が強化されている。ネットワーク式のロックに自動監視システム。やつが古い刑務所にいたら問題だったが、今回はブルームに感謝すべきだ。テクノロジーで世の中は実に便利になった。ジョルディ、入ったぞ。ああ、そのようだな。ふざけやがって。お前が行けばよかった。誰のせいだと思ってる。大声を出すなって。もしヘマをしたら出してやれなくなる。週刊誌の予定を探る。また連絡する。
ジョルディ、予定が分かった。運動場はどこにあるんだ？上だ。見つけやすいはずだ。この辺りにいる。ハロー。屋上から移動させるには誰の命令で移送する？お前ら誰だ？弁護士はどうなった？どこへ、どこへ行く？答えろ！書類を見せてみろ！弁護士は弁護士のところへ行くんだよ。嘘だ！嫌だ！理事宅を整えた。何をするんだ？腐った連中と行くつもりは？クソ、あいつが殺される前に行かないと。クソ、これはまずいな。
監視に連れて行かれた。クソ、地下だ。連中は地下にいる。ここでは随分不正が行われていたようだな。あんたが刑務所に正義を取り戻すとはな。誰もいない。ドアは開いている。無音警報はないが気をつけろ。下っ端がスタジアムで何してた？勝手に取引か？上の方の友達は分けないと欲しい。違う。ここ言っただろう。取引じゃねえ。呼び出されたんだよ。騙されたんだ。嘘をつくな。お前のことなんかいつ見捨ててもいいんだぞ。もうやめてくれよ。知ってることは話した。本当だ。頼む、嘘じゃねえんだよ。相棒はどこにいるんだ。何が起きた。モーリス。俺は知らねえ。殺されたかも。奴らに捕まったんだ。奴ら知らねえんだ。名前は分からねえ。In the line of fire! Look out! Shots fired! I'm sorry.
て、誰か。落ち着け。中に、どうやって中に入った。ま、簡単だったよ。こういう豪華でハイテクな刑務所はとても楽なんだ。前に会ったか。え、前に会ったか。あ、いや、会ったことないよ。ああ、そうだと思った。お前の拘留期間は60日か。模範囚なら30日だな。なんて書いてある。60年。何をした。違う未来ってやつさ。ベラベラ喋ったり警察と取引したらどうなるだろうな。分かったか。全部隊へ脱獄の恐れあり。ジョースミスという白人男性を捜索せよ。ランブリーに部隊を送ってくれ。通信が途絶えている。了解、向かいます。ジョルディ、終わったぞ。素晴らしい。さっさと抜け出したいだろうな。救援物資を送ってやったぞ。どこだ。まあ待て、すぐ見える。
計画はうまくいった。俺の正体はバレていない。次はレナの襲撃者だ。手を下した張本人。ダミアンは別のハッカーについて話した。マーロットにいたもう一人。ダミアンは何かを知っている。とどめをさせなかった。昔は仲良くやってたろ。いろいろ教えてやった。見てみろ、今や大物ハッカーだ。ニュースになってるのはお前だろ、ビジランテ。あの時マーロットにもう一人のハッカーがいたと言ったな。それは分かっていた。お前は別の情報を掴んだはずだ。ああ、気になるか。会いに来れば教えてやる。今言え。会うのはそれから考える。そうはいかない。知りたければ俺のルールに従え。
前回の埋め合わせもある。楽しみだな、エーデン。早く来いよ。